3年ぶりの心のショーですけど、まず心のショーは道を踏み外して行き場がなくなった若者を自立できるようにしたいとの思いで NPO 法人を設立し、何十人もの少年少女たちを構成させてきた神戸弟子協会牧師の森康彦さんに関西心の書を、関西を元気にしてくれる若者に贈る関西心の奨励賞は、宝塚を拠点に活動する水泳高飛び込みの選手で、東京五輪では決勝進出、今年の世界選手権では世界の強豪相手に見事銀メダルを獲得したスーパー高校生玉井陸斗さんに。関西心の特別賞は、太平洋ひとりぼっちから60年、ついに今年は世界最高齢83歳で小型ヨット無寄港太平洋横断を成功させた堀江健二さんにそれぞれ贈呈いたします。世の中は彼らを非行少年と、そしてまた彼らの上に降りかかる不幸を自業自得と決めつける風潮がございます。しかし彼らは加害者ではあっても社会的擁護を受けられず、本当に苦しい環境の中で生きてきた被害者なのです。で、私たちは彼らの傷ついた心に寄り添いながら、責めることをせず、否定せずに寄り添い、そういう支援を続けています。この度の受賞を機に、スタッフともども傷ついた少年たちのためにさらに邁進していきたいと願っております。本日は誠にありがとうございました。今まで12歳からずっと日本代表として、国際大会に出場させてもらっていて、たくさんのいろんな経験を16歳っていう年でたくさん経験してこれました。それは、今まで自分の周りにいた方々だったりとか、たくさんコーチだったりとか、先生や両親にはすごい支えられてここまで来れたんだなっていうふうに思っています。パリオリンピックでは絶対、メダル獲得します。応援よろしくお願いします。本日はこのような賞ありがとうございました。今から60年前、やはり小型ヨットによる単独太平洋横断ということで、大阪湾の西宮ヨットハーバーからサンフランシスコへの94日間の航海を行ったわけですが、今回太平洋ひとりぼっちから60周年ということで、サンフランシスコから日本への太平洋ひとりぼっち復路の航海を行いまして、69日間で無事航海が終えることができましたが、その関係をもちまして、この度心の会の特別賞を賜ることができました。このような立派な賞をいただきますので、これからも現状に満足することなく、これからもより高い目標に向かっていく、そんな人でありたいと思っております。皆さんどうもありがとうございました。